よろしくお願いしまおす。ーい。よいしょ。いや、すいません。ちょっと。いいえ、全じゃますか。まあ、録画してるし。コーヒーが来た。あ、お疲れ様です。お疲れです。最初にちょっとだけお話ししてもいいよ。いいですか、うん、あの、動画確認してもらいましたか？まだ今、さっき。結構いい感じでできてて、うんうん、でそれで、まあ、今回、ゆうき2年が結構中心、あ、3年が中心になって作ってくれていて、で、まあ、なんか前回の反省を踏まえて、その日本語、言葉は日本語なんですけど、字幕は英語にしたんですよ。なるほど。っていうので、で1回、結構クオリティも高いと思うので、1回確認してもらって、うんうん、って感じです。結構まあ、このまま行ってもいいんじゃないのかなっていう。了解です。まあ、せっかくだから、ちょっとこのまま。動画共有。なんかマイクロンとのあの過去の動画見たんですけど、結構あれです。なんか大変です。いやー、これで流れる。こんにちは、ユースマッパーズ AGU です。今回はウィールマップアプリの使い方について紹介したいと思います。まずこのアプリはオープンストリートマップというデジタルマップで登録されている人物に車椅子でのアクセス情報を入力することに特化したアプリです。では早速アプリをダウンロードしていきましょう。 iPhone であれば App Store、 Android であれば Google Play Store でアプリをダウンロードしてください。アプリを開くと地図が表示されます。緑、黄色、赤などの色のついているところはすでに車椅子情報の入力が完了しているところです。私たちが新たに入力するのは色がついていない灰色のポイントです。灰色のポイントを押すとこのような表示になります。全面的に問題なく利用できる場合は緑、 1,2 段差がある場合は黄色、全面的に利用できない場合は赤色を選択します。大事なのは実際に自分が確認して情報を打ち込むことです。曖昧な情報を打ち込むことはしてはいけません。そして画像を追加というボタンがありますが、これは無理に行う必要はありません。私有地に無断で入っての撮影などは絶対に行わないようにしてください。もし画像を撮影した場合は周りに人が写っていないか、その画像が本当に役立つかを確認してからアップロードしましょう。これらの作業を皆さんの職場や家の近くで進めてください。きっとまだ入力されていない施設はあると思います。皆さんの空いた時間で入力していくことによって車椅子利用者の方々の助けになります。ぜひ参加してください。なるほど、どうですかね、うん、です。これ修正点1箇所だけだね。はい、あの緑、黄色、赤の説明のところで、黄色のステップスっていうのを、まあ、1、2段の段差がみたいな言い方を、はい、緑、黄色、赤などの色のついているところはすでに車椅子情報の入力が完了しているところです。私たちが新たに入力するのは色がついていない灰色のポイントです。灰色のポイントを押すとこのような表示になります。全面的に、うん、そう、1 or 2 steps、 これどっかドキュメントでこう書いてあったのかな。いや、俺が、うん、あの先生との、あの先生とのというか、一回俺たちが去年、うんうん、勉強したときに、まあなんかスロープがある場合は全面的で、
基本的にこの緑の全面的にというのは、はい、ホイールチェア乗ってるホイールチェアのユーザー、車椅子のユーザーが自力で利用できるものはこの緑色っていう、はい、うん、で一部そのステップスっていう表現はまあ多分階段としてのステップスというよりもなんかこう本当にこう何ステップかのこうプロセスは減るっていう感じだと思う、はい、表現として、はい、で、厳密の的な厳密な意味としては誰かのサポートがあれば利用可能だから車椅子に乗っている人プラスお店の人だったり介助者だったりっていう人がサポートすればもしくはそのお店の入り口をちょっと物どかせば入れまるよみたいなそういうこうそういうステップがあれば使えるっていうところ。まあだから黄色は誰か補助が必要ってこと。そう補助が必要ってこと。了解です。でも補助があっても無理なのが赤。赤。了解です。うん、そうすると明確になると思う。わかりました。なのでそこだけだ。はい。いい感じ。うん。あとは全部文句なしです。はい。了解です。あいいねいいね。じゃあこれを5万円で伊豆大島。これ伊豆大島の合宿の、はいはい、予算を少しは。ですね。はい。はい、すみません。はいはい。よし、じゃあちょっとサクッと。じゃあちょっと今日は、JOSM の使い方を説明していきます。で、ちなみにいつものように、メモは、ここに、GitHub に書いておくので、JOS に。でも JOS はインストールされている状態でちょっとちゃちゃっと説明をしていきます。で、JOSM 自体ざっくり説明しておくと、まあ、Java という言語で書かれた OpenStreetMap のエディターであるということと、なので JOSM の J は Java というプログラム言語です。で、その Java でそのまま動くJAR ファイルっていうのが配られている場合もあれば、Windows とか Mac とかは、それぞれインストーラーも配られているので、まあ、どれ使ってもらってもいいんだけど、基本的にはスタンドアローン、つまりウェブブラウザーじゃなくて、自分の PC、マシンにインストールして使うものというところです。だから Java が入っていないと使えないっていうところも含めて、ある程度こう準備が必要になる。で、インストールしている状態だと、その JOSM も起動すればしばらくするとこんな感じで、こんな感じでってことになってるか。こんな感じになって。おお。インストールしてから時間がかかってる。まあいいか。はい、プラグインも。で結構頻繁にアップデートかかるので、インストールしたらある程度こう時間が空いたら。また最新版をアップデートするといいんじゃないかなと思います。で、今何やってるかっていうと、起動しながら、プラグイン等々最新のものに少しアップデートかかっているという状態です。で、今これで立ち上がりましたと、最近だと8月2日に最新版が出てますね、安定版として。はい、等々、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、JOSM の特徴としては、ID エディターとか、今まで一般的に使われている OpenStreetMap のエディターは、ほとんどブラウザーベースだったんですけど、それよりも、かなり高機能というか、いろんな機能があるので、メニューを見てもらうと分かるんですけど、ID エディターにはない機能も結構たくさんあるということと、あと、結構重要なのはプラグインですね。でプラグインを適切なものを選ぶと結構いろんなことができるというので、古橋は今プラグイン何を入れているのかというちょっと今の関係はあんまり設定してないけど、ね、プラグイン、プラグイン。プラグだからなんか電源みたいなアイコンがどっかに。
バグイン。なんかスイッチみたいなアイコン。そう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 。え、出てこない。いや、あの、その下の画面の上のモードの下のとこ。下のとこ。その更新が必要ですとか書いてある画面のこっちの、あ、うん、そうそう、いや、これ、そうそうそう、これでしょ？あ、それを開いて、そう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 、この中にプラグインのアイコンがあるはずなんだけど、なぜか出てこない。あれ？え、あのパズルのマーク？パズルに、あ、あった、本当だ、アイコン変わったんだ。なんかあれだ、前はね、プラグインってなんか電源ケーブルとコンセントみたいな感じだったんだけど、あ、なるほど。プラグインのアイコンが変わって今見失った。なるほど、ありがとう。はい。まあ、これ今、パズルのアイコンですね。で、プラグインの、もう一回これ説明。プラグインの画面どこから出すかっていうと、JOSM 起動したら、画面の左上にある、このスイッチのアイコンをクリックすると、いろんな設定、細かな設定の、こう、切り替えのダイアログが出てくるんですね。その中の真ん中あたりにパズルのピースみたいなアイコンが出てくる。これがプラグインですね。という形です。だからちょっと古いユーザーは一瞬見失うって感じですね。いつ変わったんだろう。で、この中で、いろんなプラグインが開発されていて、便利なものもあれば、すごいマニアックなものもあって、とりあえずプラグインの更新を行っておくと、最新のプラグインのリストがこうダウンロードされてくるという形です。で、今日全部説明することは全く無理なので、最低限今日入れといてほしいのは、ビルディングツールズっていうところですね。上に検索窓があるので、ビルディングズって、入れると、まあ、ビルディングに関連するツールに絞り込みが行われるので、この中でビルディングツールズというのを見つけたらチェック入れて、で、インストールから、という形で、設定をするはずです。ちょっと他にもそれは入れといてください。で、また再JOSM を再起動する必要があります。あと、ね、あとオープンデータっていうプラグインも入れておくといいと思います。これを入れておくと何ができるのかっていうと、いわゆるいろんな JIS のデータ、シェイプファイルだったり、KML だったり、まあいろんなデータをこう JIS で作って、それを JOSM に放り込むと、JOSM で、コンバートされて、オープンスマップに、アップロードできるみたいな、まあ、インポートをするときには基本的にこの JOSM のオープンデータプラグインを使っていくことが多いです。あとは、あとね、例えば、古橋がインストール済みなのは、あと何入れてるかな。あと、まあ、マピラリ使う人はマピラリプラグインかな。大体その2つ、ビルディングツールズとオープンデータの2つのツールがあると、割とまあ、こと足りるかなという形ですね。あと、例えば、ジオタグ。最近この辺使ってないけど、位置情報のついた写真、ジオタグ、EXIF のついたジオタギングされたデータを読み込むみたいなツールだとか、あとは、フィールドペーパーズと連携していくときには、フィールドペーパーズのプラグインを使うことって最近あんまり使ってないなというところですね。あと、ウィキデータのデータを整理していくっていったときに、結構、このウィキペディアか、インスタ、ウィキデータです。ウィキデータのデータ連携みたいなことをチェックしていくときには、ウィキデータプラグイン使っていくとかっていうところです。まあ、この辺、必要なものを適宜選んでもらえばっていうところの中では、今回の話で言うと、ビルディングプラグインとオープンデータプラグインがあればまあいいかなというところです。はい、で、ちょっと早速マッピングをちょっとやってみます。
で、ビルディングプラグインの使い方をちょっと、まずオープン、JOSM の最初の使い方としては、データをどのエリアのマッピングをするかということのデータのダウンロードをする必要があります。なので、ファイルメニューからデータをダウンロードというボタンを、メニューを選択すると、ダイアログが出てくるはず。はい、そうですね。ダウンロードダイアログ。このダウンロードダイアログをこう動かしていって、自分の作業したいところを、こう、ピンク色のレクタングル、長方形で範囲選択をします。まあ、例えば、そうですね。例えば、まあ、まだちょっと小田原の、あ、そうだ、小田原のタスクの進行状況をちょっと後で紙に確認しよう。まあ、小田原の1エリアをちょっと確認しよう。ちなみにこのダウンロードの、動かし方なんだけど、右ドラッグで場所を移動します。で、ホイールで拡大縮小ですね。で、左ドラッグはむしろこう作業する、エリアを範囲選択するという意味合いで、こんな感じで、あまり大きすぎると読み込むデータ量が大きくなるので、まあ、ほどほどのサイズにして、これでダウンロードというボタンを押してあげると、今、範囲選択したエリアのデータが読み込まれるという形です。で、このままだと何も背景が真っ暗な状態なので、背景を読み込むということで、画像メニューから、まあ、GSI のシームレスがいいかな。はい、国土地理院の航空写真レイヤーを読み込むという形で、まあ、ID エディターだと全部お膳立てしてくれるところが、かなりこう自分である程度コントロールしないといけないというところがあります。はい、いずれにしても、まあ、ここまでできれば大体今まで通りの作業になります。で、通常の、オープンスマップは、まあ、マッピング作業を JOSM でやる場合には、まあ右上にあるレイヤーのダイアログですね。ここでどのレイヤーで作業するかというのをまず確認します。データレイヤー1。書いてあるのが、今作業しているデータの、まあ、読み込んだデータセットですね。で、ここに追加していくような感じです。で、通常の追加の仕方は、左上にあるアイコンの中で、久々のこれかな、濃度描画だと思った。久々にちょっとこれでモード切り替えてクリックし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 てクリックと、こんな感じで、四隅を描くという形で、一つオブジェクトが、の形が描けたという状態ですね。で、大事なのはこのタグですね。この今描いた、情報に対して属性、キーバリューの設定が必要なので、タグを見てください。で、タグの、ダイアログ、さっきのレイヤーの下にあるタグのダイアログのところに、追加というボタンがあるので、これで新規のタグとして、ビルディング、コール、イエスと。キーとバリューを入力すると。そうすると、これで、今描いた建物のデータに、建物の形状に対して、ビルディングイコールイエスというキーとバリューの情報がついたと。いう形になります。で、今に、入力モード、濃度描画というモードだったのを、オブジェクトの選択モード、一番上の角のアイコンに切り替えると、こんな感じで、もともと道路がダウンロードの時に読み込んだ、すでにあった道路のデータも、もちろん、よいしょ、ちょっと確認しましょう。選択できるので、そうすると、キーとバリューの組み合わせからですね、ハイウェイイコールレジデンシャルという形で、住宅地の道路という形になっています。で、さっきのビルディングに関しては、ビルディングイコールイエスという形で、まあ、一つ、まあ、建物がなかったエリアに建物1個書きましたよという状態です。で、これで、OK であれば、ファイルメニューからこのデータを今度サーバー側にアップロードするわけですね。ファイルメニューで言うとデータを今度アップロードという機能があります。この辺の機能を一通り覚えないと JOSM で使いこなせないというところがすごい大きな壁になるので、
あと、チェンジセットですね。小田原市の建物。感じで、もともと何を元に書いたのかっていうのをもう今現在のレイヤーから自動でソース取得っていうチェックを入れると、まあ、国土地理院のシームレス航空写真ですね、シームレスフォトを使いましたよというふうに、ソースどの情報を元にしたのかが自動的に入力されるので、これで OK です、これでアップロードという形になります。で、今アカウントの設定を全くしないままアップロードされてるので不思議だと思うんですけども、アカウントはどこで設定しているのかというと、さっきのプラグインと同じこの環境設定ダイアログのところで、どこかにアカウントの設定がある、どこだっけな、そこでアカウント名とかパスワード、トークンのやつですか、んトークンとか、そう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 、なんかリモコンマークだと思います。リモコンマーク、もうアイコンがちっちゃくなって分かりにくくなってる。リモコン、リモコン、リモコン、下の方のこれだ、違う、これ外か、これ違う、違うね、ちょっと上から順に、なんか久々にやるとアイコンが全然変わってる。あ、じゃあパソコン2台のやつですね。あった、これだ、うん、上から 1,2,3,4,5,6 番目だね。 OSM サーバーって書いてある、ダイナムダイアログですね。ここに、ベーシック認証なのか OOS なのかっていうところで、ベーシック認証だとパスワードプレテキストでって書いてるんで、OOS で言ってみようかな。OOS で今すぐ認証。これでアカウント名を入力して認証と。で、ネットワークの環境によってこれが通る場合もあれば、失敗した。失敗するときはね、結局、ダメだったらベーシック認証でも、パスワードの管理は自分の PC にそのまま保存されるので気をつけてねっていうところなんですけど、ベーシック認証でそのままやって認証という形で、これはチェックできないのか。いずれにしても、OSM サーバーのところで、OpenStreetMap のユーザーの設定をしておいて、で、その設定が完了していれば、さっきのデータのアップロードで、スルッといきます。まあ、ここが OpenStreetMap の JOSM エディターの、まあ、一般的な使い方ですね。あと逆にこう、ちょっと動かしたいとかっていうのは、まあ、この辺も大体、見た目はそんなにおしゃれじゃないですけど、アイデリタができることは基本一通りできるという形で、もっと複雑なことができますよというのが特徴です。で、今日の肝は、まあ、こんな感じで見ると、データレイヤーの今度、データアップロードと。はい。アップロードすれば。という感じです。で、今日重要なのはビルディングプラグインですね。で、ビルディングプラグインインストールしてると、画面左側 の縦に並んでるアイコンの上から今、フラッシュの画面は4つ目にビルディングプラグインのアイコンが出てきます。で、ビルディングプラグインのアイコンの下に右向きの黒い矢印があって、いろいろとこう、この画面がちっちゃい時には、このメニューからも選ぶことができるんですけども、とりあえずこのビルディングプラグインのアイコンが選択されている状態を話をします。でこれを選択しておくと何が楽かっていうと、さっき書いたようなこうお絵描きをする作業とか、属性としてのビルディングイコールイエスだとかっていう設定をする手間が非常に省けるんですね。なのでちょっとこれでやってみます。でこの分かりやすい建物。で、ビルディングプラグインオンの状態で建物を描こうとすると、四隅の角を2箇所クリックしたら、3番目は今度コーナーを持っていくときに自動的に四角形90度の直角で構成されている四角形を描いて、でもその幅を決めれば、このデータ自体は選択問題、ビルディングイコールイエス
って勝手に定義してくれてるって感じです。今までやってきたこう四隅クリックして、属性指定してっていうことが、まあ、かなり省略化されるわけです。だから基本的にはビルディングプラグインで90度で構成されている建物があれば、もうこんな感じでピッて入力すると今まで苦労してた作業っていうものがかなり軽減されるっていうのが一つの特徴です。だから ID エディターだけで作業するよりも、Opus Map の JOSM エディターのビルディングプラグインを使うと、これだけで多分作業効率が数倍速くなっていくというのがメリット。もっと、まあ、間違えるときはエスケープですね。こんな感じで入力できるというのが、一つの特徴です。はい、で、ビルディングプラグインはもう、なんか他にもいろいろ機能があって、で、よく使うのが、基本的に道路というのは、道路と建物の関係というのは、道路に、まあ、垂直にというか、道路と平行に建物の面が構成されることが多いですね。で、何を言ってるのかっていうと、例えば今ちょっと道路の形を修正しましたけど、よいしょ、今どういうモードかというと、画面の左上にある選択モード、オブジェクト選択モードで、道路の直線になっている部分、ああ、これはあれか、あんまり当てない。今は線分がいろいろ構成されちゃってるから、あんまりよろしくないな。もっと分かりやすく。これで、これでいってみようか、ちょっと。まあ、とりあえず、本当はちょっとこれ切りたいんだ。ちょっとこれ選択肢、今、この、道路を1箇所選択しました。で、この選択した状態でビルディングプラグインに切り替えると何が起きるのかっていうと、この道路に垂直な線しかもう引けなくなるんです。なので、このラインとか、このラインとか、こういう感じで、ちょっと角度がいろいろあるんですけど、まあ、言いたいことは、人間の手って触れるから、道路に平行にデータを入力するっていうことをかなり補正っていうか自動化してくれるというのが、このビルディングプラグインの結構便利なところです。なので、基本的に作業する場合に道路と平行である建物を入力していくとか、あと、よいしょ、いろんな軸になるところが多いので。こういう感じで、入力していくということで、データアップロード。作業効率がもうちょっと上がってきますよと。で、今選択した道路が、いくつかの角度を持っていたので、編集モード、ちょっとインターフェースが最近変わってるから。これか。ノードを切りたい。ウェイを切りたい。ウェイの分割か。あと。選択モードにして、このノードをちょっと分割したいから、切りたいところ。ウェイを分割ですね。これで多分こう一本、はい、これで今余計な道路を全部ぶった切って1個のラインにしました。これでビルディングプラグインやると多分分かりやすくて、もうこの線1本しかないから、もうどの方向をやろうとしてももう全部この道路に90度にしかならない、斜めにも線引けなくなるということですね。絞り込みをするときに、もうこの角度でしか建物を描かないっていう場合に、
もうこの一つの方向を道路の軸で構成しておけば、結構ラフに書いてもピッとこのライン取りができる。この区画の建物が同じ方向にきちんと並んでいるのであれば、それに平行な道路のオブジェクトを1個選択してビビって書いていけば、ものすごくラフに速やかに建物のデータが見えるというのが、このビルディングプラグインの便利なところです。で、もう1個だけ、まあ、あのシンプル。ちょっと複雑な建物があったとします。例えば、まあ、そこでいいから、例えばこういうのと、ビルディングプラグインをオンにして、こういう建物と、でこの建物、2つ建物がこうくっついている、こういう構造になっているというのが分かる。例えば。で、こういう建物を今までアイディエディターで書く場合にはこう四隅をこうやってなぞっていくって作業だったんだけど、ビルディングプラグインでこの2つのオブジェクトを、書いといて、で重なってる部分をマージするってことができるんですね。重複するエリアを結合、これを書けるとこんな感じ。これ ID2 でできるんですね。だからもっと複雑なあのちょっと、まあ、あのサンプルでビルディングプラグインで、そうそうだからもう一回選、ライン選択しておいて、ビルディングプラグインで複雑な、こういう感じで、まあこれ、ありえない。まあ例えば仮にこういう複雑な建物の構造になってたとすると、それを全部オブジェクト選択した状態で、さっきの重複エリアを結合ってると、こんな感じで、こう、ポリゴンっていうか、四角形の形状を合成することができるですね。消します。っていう感じで、ビルディングプラグインの使い方をもう一回、ビルディングプラグインの使い方は、何もしなければ、選択して、2辺、どこかの1辺をクリックしたら、そのままスライドすれば入力できますということですね。で、かつ、周辺に道路があることが多いので、その道路を軸にして、道路を1回選択した状態にして、ビルディングプラグインをオンにすると、道路に垂直な、建物が描けきやすくなる。いうこういったメリットがあります。で、かつ形がちょっと複雑な建物があった場合に、ビルディングプラグインでその形を、うまくつながるように、複数のオブジェクト書いておいて、で複数のオブジェクトを選択した状態で、ツールの重複エリアを融合と。いうことをやると、かなり効率よく建物データが、しかも複雑な形状も含めて描けるようになりますよというところです。これなんかまさに今の話。で、今ちょっとマウスでカチカチクリックしてますけど、これにショートカットを組み合わせればより早くできるんですね。だから重複するエリアを結合はシフトキーを押しながら J、ジョインってことですね。ジョインしますよという形でショートカットを選択すれば、もっと早くできます。まあ、ここを慣れておけば、ID エディターは多分10倍以上の速さで建物データが入力できるというところです。でただやっぱり立ち上げとかね、最初の設定がちょっとめんどくさいっていうところがあるから、そこがまあ億劫にならない人は、USM をうまく使っていくといいんじゃないかなと思います。あと、今日は時間かけられているので、JSM で、あと結構重要なのは、リバートって機能があるんですね。で、今、リバートの設定してたっけな。リバートっていうのは、今回、例えば、
4月のにマイクロンがあのグローバル世界的にちょっとオープスマップのデータを悪意はなかったと思うんだけどこう組織的にわっとマッピングしたつもりがやっぱり全然多分知識がないままやってしまってデータをかなりこうあの破壊してしまったということがあったんですね。でそういうものもその後手をつけてなければ、リバートっていうそのチェンジセット変更セットの ID から、その作業を巻き戻しするっていうことができるんですけどそれも、リバートプラグインだったっけなちょっとプラグインで確認します。そのあたりは多分プラグインのところで用意されてリバートこれですリバーターってやつですね。リバーターっていうプラグインを、これで OK するとこれリバーターっていうプラグインを使うと、例えば、ね、あの他のユースマッパーとかと連携してた時になんかわっとみんなでやった作業が全部ダメだったみたいなダメ出し食らってもう一回やり直しって言った時にはリバーター使って、チェンジセット ID から、作業を巻き戻すっていうことをやることもできます。はい、なので、このあたりはうまく使いこなせる。そのプラグイン、どんなプラグインがあるのかってことをこう知っておくってことが大事です。なんか質問ありますか？あ、かなり最初の方に戻ってしまうんですが、うん、どうぞ。この編集する前に画像を出す方法のところも一回教えて。画像を出すのは画像ってメニュー。ここから。その画像を出す前になんか、してませんでしたっけ？うん、画像っていうのは背景画像のこと、それともこうデータが、データの方です。データの方、データの方は、はい、ダウンロードっていうのがです。データをダウンロード。あー、画像って、JOSM の中で画像っていうのは、あくまで背景画像なので、そう。作業したい場合には、やっぱりデータ、まず作業エリアのデータをダウンロードするっていう。ことが必要。あ、うん、だからもう一回ちょっと今これ終了すると、これでもう終了。終わったらもうこれで終わっちゃっていいんだけど。そうするともう JOSM 自体が今完全に終了したので、作業データそのものがもう残ってないので、また起動し始めると、また空っぽの状態から始まる。で、そうすると次どこやろうかなというところで、その作業エリアはまたメニューからダウンロードしないといけないと。こうですね。今空っぽの状態なので、ここからファイルメニューでまずはデータをダウンロード。でそうすると、どのエリアをダウンロードしたいかということを聞いてくるので、このちっちゃなダイアログで、じゃあちょっとこの酒川川のこの辺やろうかなと。こんな感じで。範囲選択をする。で、この範囲選択をする画面も右ドラッグしながら移動。ホイールで拡大縮小。で、右ドラッグが範囲選択っていうこと。うん、で、範囲決めたらこれでダウンロードってやると。これで、データセット1っていう名前で、データレイヤー1か。データレイヤー1という形で、まずはオープンスマップのデータが読み込む。これは現状の今マッピングされているデータ。で、さらにこれに背景画像が必要であれば、画像メニューから背景画像として、まあ、Bing だったり、国土地理院だったりということを選択すれば背景が出てくるという感じ。ちょっと今やってみます。はい。あ。で、例えば、これはこの辺の概念って結構重要で、あ、ちょっと隣もこのままやっちゃいたいなと思ったら、この隣のまだダウンロードしてないエリアのデータもダウンロードする必要があるんですね。またデータをダウンロードで、今度ちょっと東側のエリア、こっち側も追加で作業したい。で、こうエリアを拡張することもできる。そうすると、右上のレイヤーのところを見てもらうと分かるんだけど、あ、一緒だった。データレイヤー1に追加された。あれ、もともとあったデータがあるよね。あれや。間埋めてなかったか。間埋めます。もう一回データ。
こんな感じでどんどんデータを足していくってことができます。その新しいレイヤーにデータをダウンロードってすると別のレイヤーが生まれるっていうことですよね。今データレイヤー1に関しては、このまま追加していく分にはどんどんデータレイヤー1が拡張していくというかアップデートしていくような形なので、レイヤー自体は分かれてこない。で、例えば、GeoJSON.io とかで、例えば何かお絵かきするでしょう。まあ、もともと何かこうちゃんとした地図データがあったとして、でこれを GeoJSON とかで、保存しますよと。で、JOSM にこの GeoJSON ファイルを織り込むと。そうすると、今、レイヤーが1個増えたのか。map.geojson で、geojson レイヤーが1個加わった。これね、これ今選択する。このデータは今、geojson.io でお絵かきした geojson データを geosm の多分これオープンデータ API、オープンデータプラグインが対応してたはずだけど、インポートされた状態です。で、これにタグつけちゃえば、この形状がオープンスマップに入力できちゃう。で、その場合は、データレイヤー1をアップロードするのか、この GeoJSON レイヤーをアップロードするのかっていうのが選択できる。アップロードはレイヤーごとってことですよね。そう、レイヤーごと。なので、別々にレイヤーのまずオンオフ表示するしないは目のアイコンでチェックできて、で多分この緑色のチェックマークが今アクティブなレイヤーっていう意味だと。この状態で今データレイヤー1の、レイヤーのがアクティブな状態になって、ファイルのアップロードってやると今何も変えてないからアップロードがそもそも選べないだけど、例えば、GeoJSON レイヤーに切り替えてファイルアップロードするとはそれできないか、まだタグつけてないから、これで仮になんかタグつけてビルディングイコールイエス、ちょっとなんかってかいけば、まあ、こうするとデータのアップロードできるでしょっていう形 でこれアップロードしちゃうとなんかバカでかい建物がここに生まれてしまう。でいずれにしてもどういう時に使うのかっていうと、オープンするマップから直接データをダウンロードするっていう選択肢もあれば、JSM でよく使うのは、やっぱり他のソース、例えばそれが QGIS だったり、GeoJSON.io だったり、ArcGIS だったりっていう、他のツールだったり、例えば、そうだな、プラトとかのデータも含めてだけど、国だったり、自治体が持ってるデータを提供してもらって、それをオープンするマップに入力していく、インポートしていく作業をしていく場合には、それぞれデータはある程度 GIS 側で整備し処理しておいて、それを最終的に JOSM に読み込んで、でアップロードをかけるという形にすると、一気にデータが整備可能になるというのが技術的な裏側です。インポート作業をしていくときには、基本こういった形で、JOSM のオープンデータプラグインとこうレイヤーをいろいろ組み合わせながら、このデータをアップロードする次第みたいなことを。はい、はい、でアップロード別々にアップロードしたい場合はその同じレイヤーにどんどん新しいデータをダウンロードするんじゃなくて、そのデータをダウンロードの時に表示されるダウンロードっていうのの横にあった新しいレイヤーにデータをダウンロードっていうのを押せばレイヤーが増えていって
アップロードも別々にできるってことです。今の話で言うと、このデータレイヤーをもう一個作りたいっていう意味。そうです、そうです。あの、追加の範囲を選んだときに、これね、追加の範囲、その下のダウンロードじゃなくて新しいレイヤー。あ、そう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 、これね、これ、うん、そうです、そうです。これ、そう。普通のダウンロードじゃなくて新しいレイヤーだとその通り、このデータレイヤー2ができるっていう形。そうです、そうです。わかりました、うん。ありがとうございます。あと、うん、あとあちょっとだけコメントすると、で結局どれが一番あ自分が今追加したんだっけっていうのがこう分からなくなる可能性があると。でそういう時にこれとこれだけまずアップロードしたいっていうふうに任意に選択するってことができたりするので、ちょっとそれだけで、基本的に今これ何も、属性的じゃないからビルディングイコールです。ビルディングで今これ一個建物書いたんだけど、今選択しているのはデータレイヤー2の中に新しく建物を一個書きましたよ。で、何にも選択しなくても、自動的に新しく入力されたデータだけを識別してアップロードをしてくれるので、これでも、まあ、あの処理は多分されるんだけど、結構こう複雑な作業をしてると、あれ、これで一気にアップロードしていいのかなって不安になるときが俺はよくあって、その場合には確実に今入れたいのはこれだけみたいな形で、こうターゲットをちゃんと選択した状態でファイルの、選択部分をアップロードっていう機能を使うと、変なデータ、間違ったデータをアップロードしなくて済むっていうことがあります。だから結構これデータアップロードをよく使うんだけど、混乱してきた時に自分の頭の中を整理させる意味でも選択部分をアップロードっていうものをやるっていうのも一つの選択肢です。あとオープンスマップのデータは前回説明した通り、ウェイ、ノードとウェイとクローズとウェイとリレーションっていうデータで設定されてるんだけど、例えば今の選択のしたデータをアップロードするといったと、ちょっとね、この。データを見失った。選択している場所に飛ぶことができた。結構ホイールはね、動きが乱暴だから、こうそういう拡大しすぎる。これで1個書きました。で、これをアップロードしますよといったときには、選択部分をアップロードっていうので、もちろんアップロードできますよと。で、これ見てもらうと分かるんだけど、ノードが4つと建物のクローズドポリゴンが1個っていう形ですね。なので、選択するときに半分しか選択しない。例えばこういうふうに選択すると、今選択されてるのって2つのノードだけ。で、ウェイが選択されてない。で、逆にウェイだけ選択すると、これでアップロード、選択アップロードになると、このウェイだけ、で、このノードが入ってる。言ってること分かる。今、ここにある建物は、4つのノードと1つのウェイで構成されているオブジェクトですと。なので、データのアップロードをしようとすると、4つのノードと1つのウェイの全部で5個のオブジェクトがアップロードされるのが通常 のアプローチです。で、これを選択間違えて、ウェイだけとか、もしくはノードだけという形にしてアップロードしちゃうと、自分はアップロードしたつもりが、実はアップロードできているのがノードだけだったり、ウェイだけだったりする
これは結構注意が必要なので、今言った選択、オブジェクトの選択したアップロードっていうのは、あくまで自分がどういうデータを作って、どのデータをアップロードしなきゃいけないのかってことがちゃんと把握できている状態が望ましいという形です。だそこが把握できるまでは、やっぱり通常のデータアップロードっていうことであると、さっきどっかに書いた建物とノードが4つずつ、全部で8個のノードと、2つのウェイで出来上がってますよというので、まあ、基本は、データのアップロードでいいかなというふうに。まあ、こんな感じで、とりあえずまずは JOSM 使って、サクサクビルディングプラグイン使って、通常の ID エディターで行う作業の10倍早くビルディングプラグインでデータを入力できるようになったら、まあ、アドバンストかなというところです。で、JOSM をこうちんたら動かしていると、ID エディターに負けることもあるので、まあ、そのあたりで、速やかに、使いこなせるようになっておくということと、あとはやっぱりショートカットだよね。ショートカットの機能は ID エディターと若干違うので、建物の、90度直角補正も今9かな。これで9。処理された感じ。ショートカットもかなり今 ID と共通になってるので、キーボードの9を叩くと、ちゃんと直角補正されてはいますけど、やっぱり、デリートとかも、このあたりの癖を覚えておくといいんじゃないかなというところです。まあ、大体そんな感じかな。次回何やろうかなと思っているんですけど、まあ、次回はオーバーパスターボ API をまずちょっと触ってもらうっていうのが大事かなと思っています。ちょっとアドバンスのエディットの話も、まあ、ちょいちょいどっかで入れていこうかなという感じですね。あと、結構 GoMap は個人的には好きなエディターで、GoMap ってiPad とか、iPhone とかで、割と本格的なマッピングができるエディターがあるので、そのあたりはちょっと次というよりも そのどっかのタイミングで紹介しようかなというところです。はい、とりあえず ID 使えて、JOSM 使えて、GoMap 使えれば、まあ、大体困ることないかなっていうところですな。はい、まあ、時間も時間もある。はい。なんか質問がなければいった。お、なんか森田が来てる。お。喋れそう。喋れなさそう。ないですか。あ、ごめん、あ、聞こえた。声がちっちゃかった。あれ、聞こえてます。聞こえてる、聞こえてる。聞こえてる、聞こえてる。あ、お久しぶりです。久しぶり。なんか普通に、入ってきました。普通に。クラウドエースは大事。クラウドエースは大事。クラウドエース、あれ、小山さん辞めちゃったんですよね。お、そうなの？お、そうなの？そうなんですよ。いつの間に。全然知らなかった。一応この四半期で新人賞を取って帰ってきたんで、おう、素晴らしい新人賞。なんとか頑張ってます。近況報告はそれぐらいですかね。社会人メンバーがみんな、まあ、愚痴を言うクラブハウスコミュニティが出来上がってきてるから。ですよね。うん、なかなか参加できなくて。まあ、はいはい。ちょっとただクラウドエース入って分かったのは、うんうん、まあ、うちも最近 Google Maps API のパートナー取ったんですけど、うん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 、やっぱりその Maps の、セミナーとかやると大量に人入ってくるぐらいやっぱ需要ってあるのは分かってる、うんうんうん、
やっぱなんかこの時期から、学生の時期からなんかマップス学べるってやっぱいいなと思いました。それは Google マップ、Google マップ、それとも Google マップ以外のマップ以外の、Google マップ以外も、まあ、結局は必要な知識になってくると思う。マップボックスはあんまり使ってない。マップボックスはあんまり使ってない。あ、使ってないですよ。もううちはもうマップス API、うん、プラスあともともとゴーガさんがパートナーで入ってたんで。まあそうだよね。まあ、そうだよね。はい。そこつながりでって感じです。なるほど。了解です。はい。まあ最近あれなんだよ。最近あれなんだよ。Google もほら COVID-19 でさ、パブリック、はい、インスタンスというか、パブリックデータ、インスタンスみたいな形で、Google の GCP で、はい、すでにある程度設定されているサーバーで、オープンデータセットをそっくりそのまますぐにローンチできるこうインスタンスがあるんだけど、そこにガッツリオープンスレマップ使ってて、まあ、連携すごいですね、うん、いや連携というかね、もともと競合だから Google がオープンスレマップ使うってね、自分が自分を否定するようなもんで、でもそこをこうプライドなくやってしまうのがすごさだよね。そうそう、最近だから2012年から15年ぐらいか、 Google ってオープンスレマップをに関わるなっていう内部的なお触れがあった。今ほとんどそれがない。なんか Google もなんか最近他者を認め始めたっていうか。そう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 。あとね、マップス API もね、オクソすごい。オクソすごい。うん、まあ、Google もいい意味で、Google もいい感じがしてるんじゃないかな。そうですよね。アップシートとかも買収したじゃないですか。いや、ちょっと。いろいろ買い始めたなと思いますよ、ね、うん。ちょっとそういう余裕が出てきたら、余裕が出てきたら、GCP、GCP 使い方講座みたいな。使い方講座みたいな店に教えて。はい、やりましょう。ぜひ。ありがとう。みんなでやりたいです。はい、またそのうち顔出しに行きます。はいはい。ありがとうございます。はいはい、失礼します。じゃあ、一旦こんな感じで、はい、次回はそういう意味で今の、API、オーバーパスタード API でオープスマップのデータを引っ張り出すっていうところをやります。で、一旦これで終了。ありがとうございます。はい、あ、すいません。はいはい。あの、ちょっと前回のやつでちょっと、わかんないのがあって、はいはい、あの。めっちゃ簡単なやつだと思うんですけど、うん、いいですか。いいよ。あの、だっけ、あの、チリーン地図がなんか、うん、あ、あれです。ID エディターの方で、あの、チリーン地図の位置情報の方が正しいから、でも最新版の画像は、うん、マクサのデータ、うん、で、それをオフセットする、オフセット補正するっていうのが、やり方がよくわかんなくて。もう一回って。オープンするマップあります。で、編集モードにします。ログイン。で、今、背景はどっちか。というと、国土地理の背景画像にしてあります。でも、ちょっと古いよね。っていうところで、マクサーに切り替えると、マクサープレミアムイメージャーだと、割と最新の画像になってくるはず。読み込み中かな。よろしくお願いします。ゲームもないかな、データ。あ、来た。今、スタンダードに切り替えましたけど、スタンダードレイヤーにすると、こんな形で、新しい最新の画像がチェックできますよというところで、ただ、結構ズレも大きい。今、まあ、たまたま見てるところが、そんなにズレが大きくないけど、道路もできてるかな、ここにしようか。で、話を戻すと、
国土地理院の NAXA は、そういう意味で言うと、まあ、多くの場合はちょっとずれてることが多いと、ね。今ちょっとこう、切り替えると。データは新しいのは NAXA だけど、国土地理院は古いというところで、位置もちょっと、NAXA がずれてることが多いと。そういう場合にどうしたらいいのかっていうと、交差点が一番よくて。こういう交差点で国土地理院の、航空写真を、まずは古い航空写真を、元に位置をできるだけ正確にマッピングしておくとですね。で、問題は、これで MAXA に切り替えると、多少ずれますよ。ちょっとずれますよ。で、このずれを、もともとの国土地理院と同じ位置に修正してあげると。で、それは背景設定の一番下にある背景画像オフセットっていうところの、真ん中にオフセットのずれを単位メートルで、X 軸、Y 軸で、こういじることができて、でこのこう四角い外側の枠をこうドラッグすると、こうやって背景が動くので、これで国土地理院のをマッピングした位置にきちんと合わせてあげる。すでに入っているデータは正しい位置にあるはずなので、マクサーの画像をずらして、もともとマッピングしていた国土地理に合わせていた地図データにある程度こう位置合わせをした状態にして、でこの状態でマクサをいじるというところですね。あんまりこれだと、結構これ倒れ込みしてるから、マクサもこうなんか分かりやすい。結局足元をマッピングするとそんなに、そのあんまなんだ、国土地理のデータとずれてはいないんだけど、綺麗なオルソが作れてるって意味でも、地理の方がやっぱマッピングはしやすいね。だから建物がなくなっちゃったものとか、例えばこれなんかね、もう、マクさんの画像から見ると、ここに建物、青い屋根の建物があったみたいだけど、今、マクさんの画像を見ると、もうなくなってるから、多分これは取り壊された。デリートしたりっていう形。あと、ここの、ビニールハウスもなくなってるね。ビニールハウスもなくなってます。でいう形で、もう一回国土地理院の航空写真に位置合わせをしっかりしておいて、マクサーのプレミアムスタンダード、マクサーのデータのオフセットをきちんと国土地理院に合わせて修正してあげて、でそれをもとに新しい道路を書いてあげると。そうすると、国土地理院とほぼ同じ精度で、レジデンシャルかな、主要道路以外で住宅地なんか、ここに建物が。新しい建物ができてるから、建物を。で足元にずらす。
こんな感じです。大丈夫そう。はい、わかりました。結構、Bing も Maxa も衛星画像ってやっぱりすごくこう位置精度が悪いことが多いので、そこはもう国土地理院の方に合わせていくっていうのがまあ原則です。はい、わかりました。他大丈夫？あと、うん、講義では別にやってないんですけど、うん、あのホットタスキングマネージャーの、うん、あのなんかマッパーレベルの指標ってあるじゃないですか、うん、でなんか250変更セットで中級マッパーになるって書いてあるんですけど、その変更セットって何のことですか？チェンジセット。チェンジセットって、はい、今建物を書くでしょ。はい、建物を書くでしょ。これで保存するでしょ。はい、左上に変更セットのコメントって出てくるでしょ。うん、わかる。あ、わかります。ここにコメント書くでしょ。これでアップロードするよね。これで1チェンジセット、1変更セット。うん、なるほど。で、じゃあもう、じゃあね、今ここになんか誰かが下手な人がくっつけて、今これ建物を修正しました。かつ、なんかここにビニールハウス見つけたからビニールハウス書きます。ここにある建物もないです。消します。これで今、オブジェクトを4ついじりました。保存します。アップロード。これで、チェンジセットはいくつ？今の作業で。え、1じゃないんですか？そう、正解。そうです。それがチェンジセット。あ、なるほど。で、1回保存行為をして、で、サーバーに書き込みをしてっていう作業を行った一連の作業をチェンジセットっていうので、そうで、さっきのあのリバートっていう機能、 JOSM のリバートプラグインで戻せるのは、あのチェンジセットを戻したいっていうことができる。ああ、なるほど、わかりました。チェンジセットの中に例えば100個建物を入力したっていうのを1チェンジセットで保存しちゃったら、リバートできるのは100か0か100かっていう。うん、なるほど。50を戻すことはできない。で、チェンジセットには全て ID が振られているから、今1分前に古橋が今書き込んだチェンジセットは、この番号でやったことはノード2ついじりましたよっていう、こういうデータがもうすでに格納されている状態。リバートするときの基準になる ID っていうのは、このチェンジセット ID。で、どの変更セット、チェンジセットを巻き戻しますかっていうことを聞いていく。で、自分のプロフィ、オープスマップのプロフィールの自分の編集っていうところを見ると、ここでチェンジセットの履歴が全部たどれる。さっきの古橋が30分前に入力した小田原の建物入力のチェンジセットの ID はこの109875210で、この作業を全部やり直しっていうか、なかったことにするってことはできる。という感じです。チェンジセットっていう考え方はやっぱり意識しておくとすごくいいというか、で、オープンスマップの動きが読み取れるようになるかなというところです。うん、あと、まあ、せっかくだから言うと、OSM チャップっていう品質チェックツール。OSM チャップ。で、この OSM チャは基本的にはそのチェンジセット単位でそのデータの品質をチェックしていくっていうものです。うん、なんかエラーが出てる。サインインチャ。
なので、これで見ると、誰かがこういう書き込みしましたよっていうのは全部こうチェンジセットごとに管理されてて、どれどれこのデータはいいデータかどうかっていうのをみんなでチェックするっていうこともやるのも、すべてこうオブジェクト単位じゃなくて、チェンジセット単位で管理されているって感じ。これが一つのチェンジセット。うん、なるほど。です。はい。わかりました。はい。なので、そう。結構この概念がいっぱい出てきます。こまめに保存しないと、あれですよね。あの、やり直すのも0か100かになっちゃうし、そうそのレベルも全然上がらないっていう。でも一方で、やっぱりあの、インポート作業とかでさ、一気にやるってこともあるから。ああ、確かに、うん、で。それはそれでね、巻き戻しやすいとかっていうのも含めて、いろいろこう、細かければ細かいほどいいのかっていうと、そうでもない。程よいチェンジセットの規模感みたいなのは、実はちょっとさじ加減が結構いろいろあるので。確かに。一、うん、つのマッパソン全部消したいときは、うん、細かいと面倒です。そう。ということも含めて、どういう感じで今回のチェンジセットはこう管理しようかなみたいなのは、イメージできるようになると、かなりマニアックな意味で、オープスマップを理解し始めてるって感じかな。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、あ、もう一個だけ説明すると、オープンスマップの誰かが入力したデータの、これを入力した人誰かなっていうのも、レイヤーのメニューから地図データのチェックをオンにして、で、まずはそのオブジェクト、このオブジェクト誰が入力したのかっていうのをたどっていくと、ウェイの ID が出てくるんだけど、そのウェイの ID から変更セットが引っ張れるから、この変更セットをクリックすると、ああ、どうも、マップコンシェルジュってアカウントが40分前に、この JOSM のツールを使って、ソースは地理院の航空写真を使って、で、これこれこういうデータをいじったなっていう、このチェンジセットのやったことすべてがもう一覧できるっていう感じで、こういう感じでチェックしていくと、あ、この人は大丈夫そうだなとか、この人ちょっとやばいなとか、そういうことも含めてチェックができるわけです。そこでね、使ってるツールが ID だったり JOSM で、ああ、JOSM 使ってるってことはそこそこよく知ってんじゃんとかね、そういう感じで見れる。はい。なんか、そう、こんな感じで聞いてくれれば何でも答えるんで。はい、ありがとうございました。はい。じゃあまた2週間後に、ちょっと、やりますか。わかりました。ちなみに、あれ、コウキとか、高橋彩子は、フラッと来週秩父には来ない感じ？来週は行かずに伊豆大島で、うん、あ、伊豆大島にかける感じ。はい。まあ了解です。皇居もあれなんで、あの駐車なんで。おお、あ、そうか、そう、行ってたね。そうなんで多分無理かなと思います。はいはい。来週もやるんです。え？来週も集まるんですね。いや、集まんないよ、公式。ああ、たまたま集まる。来る人がどのぐらいか知らんけど、ちょっと今回はでも、俺も、あれだよね、デルタ株はちょっと要注意だから、もう無理しないでねとしか言えないし、だからまあ、あんまり来てほしくないんだけど、まあ、来たいやつは。自分も来週、どっちみちワクチンですね、うん。はい、了解です。まあそんな感じで。はい。じゃあまた。再来週なんで9月1日で大丈夫ですか？1日で了解です。はい、わかりました。はい。じゃあよろしくお願いいたします。はい。じゃあ終了します。はい。はい。はい。